リボイスです。ドキドキしてる。ホームランチに来た。ドキドキしてる、緊張してる。
まあね、そうですね。なんか知らないけど鳥になってるんですけど、なんか知らないですけど、さっきめちゃめちゃ酒飲んでしまったのでめちゃめちゃ声が分からなくなってますけどもね、気づきたい。どうですか。いや、気持ちいいよ。気持ちいいですね。みんな酒飲んでますか。あ、でしょうね。まあ、僕はもう酒飲んでるんですけどね。最後の曲なんですけど、次、なんかね、短いけど、ね。最後の曲なんですけど、コール&レスポンスがありまして、まあ、なんか最初やってるのは分かると思うんで、なんとなくでやってみてください。今ほとんどがコール&レスポンス。ちょっと待って、ね、セックスマシーンズ。ちょっと違う。あ、そう、このね、バンドの話ですね。そうね、これね、変な話なんですね。結構有名です。結構有名です。ありがとうございます。そう、気まずいですね。気まずいですね。ビフォー、ビフォー、ビフォー、アフター。ちょっと、なんか、アフター気まずい。一人だけ気まずくない干渉台みたいな。そう、私とここのね、クッション材だから。なんか、これも言ってるのわかんないですけど、なんか二人が、すごい、ヨルシカが大変で疲れて、スタレに来て、なんか一言もしなくて、俺たちは嫌いって感じで。やすいな。まずそうって。え、もうちょっと気まずくないか。気まずくないね。ちょっと待って。なんでこんな下の曲やってるバンドが鳥なのかなっていう。なんかしないけど鳥なっちゃう。寝るれんのが全然いいと思う。大丈夫なの。でもなんか鳥になったし、最後の曲はすごい盛り上がれるっていうか、本当になんかめっちゃ叫んでほしいです。みんなですごい一緒に叫べる曲だから、めっちゃ乗ってくれるかな。どうせ、もう叫んで。じゃあ行きます。俺お前好き。